さあ両チームのスタメンと予想フォーメーション、まずホームの讃岐です。ゴールキーパーが高橋、センターバックは西野と遠藤です。右のサイドバックには内田、左は今日田尾が入ります。4バックを予想しました。ボランチは長谷川と、そして佐々木渉が入ります。右のサイドハーフには後藤、そして左は川崎です。今日も2トップは松本と中村。変わりましてアウェーのギラバンツ北九州です。こちらはメンバー変えてきました。ゴールキーパーが加藤です。今日センターバックには川野と中志を予想しました。右に藤谷、そして左は前田が入ります。ボランチには長野と西村、そして右のワイドに池高、左今日がこれ高卒ルーキー J デビュー戦となります平原が入ります。2トップには前川と上方。さあそして川崎、川崎が左サイドからボールを持って上がろうというところですが、前から蓋をします。そして中、このボールを奪った、いい守備です菅原。そしてさらにもう一度またこのボールを内田狙っていく、キーパー加藤、右サイド、これも距離はありましたけれど迷わず狙ってきました。左サイドには川崎いますが、中村俊太はこのボールをフォローする。さあ中村俊太、中には松本いますが、さあ中村中に、ちょっと合いませんでした。しかしまだあります。内田が行ってくる、内田狙ってきましたがクロスバーの上。さあこれもう一つつないで中にボックス内に行きたいところ、シュートを狙ってきた、キーパー高橋反応してきました。これも遠めの位置からでした。もう一度トライアングルを作りながら平原、さらには逆サイド藤谷が中を見てふわっと浮かせたボール、これをどうだ、キーパー前に押し込んで、枠を中に押し込むことはできませんでした。これ藤谷が中にボールを入れてきてヘディングで狙ってきました。そして最後は平原詰めてきたんですけれども、ちょっと合いませんでした。後ろへ下がって、そしてロングフィード前に行こうというところですが、これはオフサイドありません。さあ中に長野が入っていって、そして中へ入れていった、シュート狙ってきた、決まったか、押し込んできました北九州、決めたのは上方。この長いボール長野キープして、そして中に枚数が多くなってフリーになって上方、最後上方が逆サイド詰めてきて決めました。先制北九州。さあふわっと浮かせたボールセンターに、これは決まったか、ヘディングシュートが決まりました。ちょっと一瞬時間が止まったかのように選手がこのボールを見てしまいましたが、ふわっと浮かせたボール合わせた北九州、ここで合わせて、最後決めたのは高澤が最後は頭で下に叩きつけるというゴールで2点目が入りました。さあもう間もなく90分というそういう時間が近づいてきます。入れてシュートまで行く、決まった、3人展開、最後は遠藤。まだ分かりません、1点返して2対1、今のシーンセットプレーから中に押し込んだところ、ボレーで遠藤が合わせていきました。まもなくもう90分というところ、低いボールでシュートを狙って、決まった、同点、西本か、西本決めました、同点ゴール。いやいや全く分からない展開、2-0からここに来て
2点を追いついた讃岐、2対2の同点。この低いボールすらしていってボレーで決めました。西本、途中出場のこの西本、今シーズン2ゴール目。松本ターゲットですが、その前にカットする北九州。さらには内田が粘っていって、さあ吉井が収めて中、グラウンダー、どうだ、シュートまでいけるか、シュート、吉田狙ってくるが、わずかに外れる。さあ北九州、ちょっとボールがこれも流れる、内田。しかしここで長い笛、試合終了です。結局このゲームは2対2の引き分けということで、両チームが1ポイントずつを手にするという、そういう結果になりました。